北海道紋別郡の一紋別郡は、北海道をホーツ総合振興局の郡。人口38,823人、面積3,912.64、慶平方メートル、人口密度9.92人、慶平方メートル、以下の五町一村を含む、滝の上町、おこっぺ町、西おこっぺ村、大武町は、西門と呼ばれる場合がある。 1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、おおむね上記五町一村に、紋別市を加えた区域にあたる。後に、と郡軍との間で、境界変更が行われている。現存する日本の軍では最も面積が大きい。江戸時代の紋別軍域は、西江措地に属し、当初は、正木藩によって開かれた、宗や場所に含まれたが、後に、 門別場所が新たに分立した。江戸時代後期になると、南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え、文化4年門別軍域は天領とされた。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、藍津藩が門別に出張陣屋を築き敬語を行った。同6年の六藩分領以降は、藍津藩領であった。 母親戦争終結直後の1869年8月15日、大法律領の国軍里政を踏襲して、門別軍が置かれた。北海道1.2級町村制止工事の門別軍の町村。ありがとうございます。